今日はね7月5日なんですけど、2年前のね動画だと7月4日にはしご81日っていうのを撮ってますね。2023年の場合ははしご73日かな。ちょっとどうだろう、正確に考えてないからわかんないです。でもそのくらいですね。こう枕このくらい、本腕このくらい、ちょっとここはねスカスカですけどこのくらい、枕も肥料を少なく、間違って60何キロしか入ってません。でここも肥料が少なく入ってるところです。かなりねやっぱり天気いいんでかなり生育いいです。他の人のねビート畑もめちゃめちゃ絶好調です。この赤いボッコがある右側4列が配合肥料がね85キロ入ってるところです。こっちは60キロぐらい。すぐそこがちょっと調子悪いからあれだけど、奥の方はあんまり変わり映えしないです。これ1、2、3、4、やっぱり比べるとねちょっとだけ大きく見えます。葉っぱがね長いというか、こっちはねもう尿素だけです。ずかずか歩ってってもこれが尿素だけで、こっちがね262が85キロね。もうあんまり変わんない。ここを歩った方がいいか。ここです。右が尿素、左が262、ちょっとやっぱりちょっとだけ大きいかな。どうだろう、こういう風にしたらわかるかな。やっぱり少しなんか葉っぱの広がり方がちょっと違うね。そんな気がします。あ、この辺は尿素の方がちょっと大きく見えますっていうことで、あんまり変わり映えがしないっていうことが僕のねこの畑ではそういうことになってます。結構あれだね、実も太り始めてるね。意外とやっぱり天気ってすげえな。こうだ、結構太ってきてます。ビート取れそうだね。こんな感じでねやってます。やっぱりこのちょっと空いたところの隣は元気良さそうだね。両方元肥20キロ、尿素で20キロ巻いて、その後に10キロ追肥して、で硝酸カルシウムを2回10キロずつ追肥してます。僕のね使ってる硝酸カルシウムはね激安なんでおすすめです。いつかねちょっとチャンネル登録もうちょっと増えたら紹介しようかなと思います。今ねメンバーシップの方ではねもう紹介してるんですけど、やっぱり僕はねチリ硝石より硝酸カルシウムを追肥した時の方がね、葉っぱの立ち上がり方が違うんだよね。こっちの方がね好きです。ブワッとくるんだよね。ここまで来るともうなんかすることはないんで、こんなもんかなと思って、いっぱい取れたらいいなーっていう感じでね思って見てます。今年はちょっとハッシュ失敗したんで、もう気が気じゃなくてね毎日1ヶ月以上通って見てました。なんとかなったんで、まあ、これはこれでありがたいです。今日は7月13日です。今ね午後6時を少し回ったぐらいです。ビートの畑に来ました。今日でねハッシュ後81日かな。2年前もねハッシュ後81日を撮ってたんで、まあ、それに合わせてちょっと撮りたいと思います。ここ枕のとこなんだけど、だいぶね実も太くなってきました。根っこね、ビートは根っこをね使って砂糖を作ります。結構やっぱ今年天気いいんでかなり勢いいいですね。
こんな感じ。もう畝はね埋まって地面はあまり見えません。でいつもの、この赤いボコから 1,2,3,4 は配合肥料がね85キロで、その隣は尿素だったね。でここ歩いていこうか。今日も歩きます、ちょっとだけ長さが、葉の長さがね尿素の方が少し短い感じです。もうめちゃくちゃ歩きにくいです。葉っぱがね足に絡まって歩きにくい。こっちはビートの肥料を使った方。ここ隣にないから大きいけど、こっちどうかな。結構ちょっとブレてる。結構大きいよこれ。隣いないとこ探してみようかな。隣のいないとこ、ここなんかぐっぽり埋まってんの。おっと、ちょっと発見しました。実の大きさはビートの肥料の方が、今見てるところはね大きい感じがします。今見てるのが尿素で、左がこれビートの肥料。根の肥大のスピードがもしかしたら違うかもしれない。あ、でもそんなことないかも。これめっちゃ大きい。これは掘るまで分かりません。でどんなとこで減肥したんだよっていう話なんですけど、ちょっとね次回土壌診断表持ってこようかな。ここそうしないとね、多分どんな状態で減肥したんですかっていうことになるんで、次回はちょっと土壌診断表、ここ前作がね2種類あるんで、今見てるとこはスイートコーンなんですけど、隣小麦の後でね木からしの後ビート巻いてる方もちょっと両方恥ずかしいけど土壌診断表出しましょう。それじゃないと本当ね、どんなところで減肥してるかっていうのがわからないんでね、そうしようと思います。いつ編集になるかわかりませんけど、楽しみにお待ちください。楽しみにしてる人いるのかな、どうなんだろう。